皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回紹介するのはこちらです。海よりもまだ深く、2016年の作品です。監督は是枝裕和、是枝監督の最新作ですね。監督最近は見待ちダイアリー、歩いても歩いても他、いろんな作品撮ってますけれども、出演はですね、最近同じ是枝作品におなじみの、役者が並んでますが、阿部寛、牧陽子、キキキリン他ってところですね。物語こんな感じです。ダメ男のあがきですね。ダメ男、最近割と是枝監督の家族像としてはダメ男としっかり女みたいな、ところで描かれてますけども、今回の阿部寛のダメっぷり結構きついですね。もともとはですね、文学賞を受賞、したことのある小説家なんですけども、その後鳴かず飛ばずで、今は更新所で浮気調査とかそんなことをして働いてるわけですね。でもちょっと悪いことして得た、お金もですね、競輪ですったりしてですね、それでまた養育費が払えないみたいなダメっぷりですね。家に帰ってもですね、もう離婚をしてるんですが、風呂なしアパートみたいな汚いアパート、ゴミだらけみたいなところ散らかってるようなアパートに帰って、部屋のちょっと片隅に机があって、そこに壁にこう付箋が貼ってあるんですね。それはその日聞いたいいセリフみたいなのをこう書き出して付箋で貼ってるのが自分のまだ小説書いてる途中なんですけどね。もうその辺も夢の中の悲しさっていう感じはしますけれども、それとですね、ダメ男ぶり、も含めて、どういった感じがあった、これ4人のこれチラシもいくつかパターンがあるんです。このチラシ一番わかりやすいんですけど、物語的にこれですね、夢見た未来と違う今を生きる元家族の物語ってあります。こちら阿部寛が書いてるのは、みんななりたかった大人になれるわけじゃないんだよっていう小説家、売れない小説家です。もともと彼は公務員になりたかった。これお父さんがやっぱり似たような感じでちょっとあんまり良くなかったんで、しっかりした仕事をとこうと思ったんですが、それに対して奥さんですね、元奥さんですが、月に一度の父親ごっこでよく言うわねそんなこと、彼女は彼女で、今の現実を生きているわけですけど、あと一緒になった時、なんで一緒に生活した時に、もっと今みたいにやってくれなかったの、一生懸命なったかったのっていうようなことを言うわけですけれども、そんな彼を言い当てているようなこのセリフですね。なんで男は今を愛せないのかねっていう、過去にこだわったりですね、先のことばっかり言ったりする、男にありがちですね。今を一生懸命やればいいのに、女性は割と今を楽しむっていうような感じに見えてますけれども、そういった大人たちの中にいて子供はどう思ってるかというと、宝くじが当たったらみんなでまた一緒に暮らせるかななんて書いてあります。この辺は前のですね、是枝監督の奇跡っていう作品がありましたけど、あれも、別居している夫婦の、子供がそれぞれまた一緒に暮らしたいななんて言ってましたが、その時も、ダメ男の夫はですね、小田切丈が演じるバンドマンでしたけれども、そんなダメ男ぶり、今回はさらにです、ひどいのは、この結構お母さんの家にたびたびお母さんにアパートの狭い家なんです。ここに行ってはですね、家中探し回って金目のものを探してですね、質屋に持って行ったりとかね、それをそのお金をまた養育費として払ったりするんですけども、それに対してまたお母さんは優しいんであんまり咎めないんですね。で、割とずっと、この年になってもお母さんと息子っていう感じで2人寄り添って歩いてる姿とかですね、バス停に2人で、バス停に見送りに行ったりとか、そういう姿非常に、昔の子供と大人、お母さんって感じですね。でお母さんの、生活ぶりっていうのも冷蔵庫の中にずっともうご飯とかも小詰めに個別に凍らせてたりですね、そういったところも年寄りっぽいなっていうような感じですね。年寄りっぽさでいうと、私は歩いても歩いてもの時の方がもうちょっとノスタルジックな感じもありましたけれども、今回のもですね、すごくそういったお母さんと息子っていう感じが感じられます。私の場合ちょっともう両親が亡くなってるんでですね、こんな感じだったかなっていうふうなのちょっと思い出しますけれども、こんな4人がですね、ある台風の日に、
泊まり、行って、帰れなくなってですね、それで、過ごすことになって、それぞれの気持ちを、言い合うっていうようなところになるわけですが、まあそこでですね、まあどうなるか、未来が語られるわけですけれども、まあいろいろ切ないものがありますけれどもね、うん、なんかどうなるって、特地でね、更新所の、調査対象の、浮気調査の女の人がですね、阿部寛に対してこういうセリフがですね、どこで狂ったんやろなみたいなことを言うわけですけれども、まあそんなことですね、みんなどっかで歯車が狂って、それは、阿部寛と牧陽子もですね、2人の時に、昔はっていうような感じで、のだとこうどうしてこんななったのかねみたいなところもあるんですけど、みんながみんなそうどっかでそう思ってるような中で日常っていうのが、繰り返されてるわけですけれども、まあそういったところも含めてですね、まあ特に何が起こるっていうわけでもないですけれども、しんみりとするいい作品、最後に離れ組のねエンディング曲がまたいいので、ぼんやりと見てるにはいい作品だと思います。非常に、心に染みました。ぜひご覧になってください。